リラケアの花澤です。ご視聴ありがとうございます。本日は足にある関係の代表的なツボ6つをご紹介します。 1,2,3,4,5,6 です。ここから始まります。関係は足の親指から始まっています。で、この爪の生え際の人差し指側にあるタイトン、人差し指と親指の間にある交感、そして指が止まるところ、親指と人差し指の骨のぶつかるところが大小、そして膝の方ですね、足の内側の膝の曲がり目から少し下のところですね、膝関、こちらが陰方、そしてこの鼠径部より6センチほど下にある陰廉。では1番目、タイトンですね。ここですね。ここは夜尿症に効くツボです。他にも脇腹の方から下肢にかけて痛みが出る神経痛ですとか、婦人科の病気にもよく使われるツボです。ここはタイトンですね。そしてこの指の股より少し上にあるツボが交感というツボですね。交感は不眠や目の疲れに効くツボとしても有名です。そして大小は冷えや便秘、妊娠前後の体調を整える、また肝臓の負担を和らげるツボとして、有名ですね。次に膝関ですね。ここは膝の痛みですとかスタミナ不足、性欲の減退、生理不順といった症状に効くツボとされています。そして陰方ですね。こちらも膝関のツボと似た効果になるんですけれども、精力の減退、生理不順、尿漏れ、腰痛、冷え、あと足の痛みやしびれに効くツボとされています。ではここ陰廉ですね。ここは婦人科の疾患ですとか不妊症、腰の冷え、下腹の張り、男性の精力減退といった症状に効果があります。左側もありますね。鼠径部から6センチほど下で、鈍く響くような感じがありますね。足の内側が冷えるとか、腰が冷えるとかいう方はここを押してください。